high. Bitch, I don't need introduction. Follow my simple instruction. Wind to the left, sway to the right. Drop it down low and take it back high. Bitch, I don't need introduction. Follow my simple instruction. Yo, send me up everything we want. Put it on me. Step by step, 出たらめんな日々が。Step
皆さんこんにちは。チャッ。そしておめでとうございます。まだ言えないから。まだ早いから。おめでとうございますね。まず試合の後に取っておいて。はい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 。はい。皆さんこんにちは。NHK 新潟放送局アナウンサーの堀田智樹と申します。そしてこちらにいらっしゃるのがサッカー解説者の宮澤ミシェルさんです。よろしくお願いします。はい。あっ。圧速出ました。はい。ああ、素晴らしい雰囲気でね。はい。素晴らしい。もうオレンジ一色ですから。やっぱりな、これだけ3万5000枚の事前の販売のチケットがもう完売をしているということで、今日15万人って聞いたぞ。いやそう、入りきりませんか、ね、入りきりません、はい、今日は NHK ではですね、仙台戦後の総合テレビで、ね、生中継いたします。で、その解説をですね、この後宮澤ミシェルさんが担当します。ちょっとお忙しいところありがとうございます。本当に嬉しい限りでございます。本当ですか。はい、もう新潟に携わってかれこれ30年。いやそれはちょっとね、ミシェルさん2011年頃から携わっておりますので、まあ、足掛け11年とすごかったよ、浮き沈みがね、いやありましたけれども、そのたんびにタクシーの運転手さんにいろんな声かけられて、はいはい、今のサッカー面白くねえなって、今年はいけそうだなとかいろんなこと言われて、もうその11年だった。ああ、その苦労がこうなっちゃったんだよ。拍手するとこじゃないですね。自虐でいつも生きてます。ちょっとアルビレックスについてですね、ミシェルさんにお話を伺う前にですね、じゃあミシェルさんどうぞお座りになってください。お座りになってよろしいんですか。はい、いいですね。ちょっとお知らせです。今日はですね、サポーターの皆さんに NHK のこともぜひ知っていただこうということで、展示ブースを設けています。その展示ブースでは、アルビレックス新潟の応援メッセージを募集しています。フラッグに皆さんの熱い思いをぜひ書き込んでいただきたいというふうに思います。それでですね、大丈夫皆さんに書き込んでいただきまして、またちゃんと持ってね。はい、ですね、アニメ青足の等身大パネルでですね、写真を撮っていただいたりですとか、みんなのファイブタッチというリフティングのスゴ技をですね、ぜひリフティング自慢の方はそちらで披露いただけるということになっておりますので、ぜひそちらでリフティングの披露なども行っていただきたいと。よく J リーグタイムの前に流れるやつだ。あ、そうですね、ポンポンポンってな。あのリフティング得意な方はもう子供たち上手くなったな、今な。もう最近子供たちもう1000回なんてね、できる子供たちもいますから、子供たちの時間以外ですね、リフティングのスゴ技披露いただける楽しみなコーナーとなっておりますので、そちらもぜひお立ち寄りください。はい、嬉しいね、見てみてよ、あそこほら、うわ、ミシェルってね、見てますね、ミシェルって書いてある、あの垂れ幕ですね。本当ありがとう。もうね、ちゃんとあの小さい巣が入ってないところがいいよねちょっとよかったら前に来て、あの皆さんに見えるように見せていただいてもいいですか。ダメだ、今子供抱っこしてるから、はい、あ、子抱っこしてる。ああ、もうちょっと今ちょっと寝る最中だから、あれ起こすとね、あ、大変なことになった。失礼いたしました。お子さんをね、はい、抱えていただきます。子育て3人やってっから何でも聞いて子育て質問コーナーではありませんけれども、今日はね、アルビレックス応援をしていただくということで、はい、ミシェルさんといえばですね、新潟ニュース610のコーナーの中で、ミシェルがキルを担当されているということで、ご覧になったことがあるという方、ぜひ大きく手を挙げて、ありがとうございます。うわ、すごい、もう上空2メートルあたりがもう全部手で埋まるくらいね。もう家で切れまくってんじゃねえかな、みんな大丈夫どうですか。じゃあ、もし生でこれ見てみたいよという方いたら、拍手をぜひいただきたい。いやいや、そういうお付き合いの拍手いらないでしょ、俺もさんざん見てんだからいやいや、これはサポーターの本気の拍手ですから。じゃあ、ミシェルさん、ちょっとお立ちいただきまして、じゃあ今日は、はい、仙台を切っちゃうかな。はい、ミシェルさん、お願いします。今回はここに行かさせていただきます。ミシェルが、あ、キエラッツガーッツ、なんかあのカメラの前とはえらい違いだな。ちょっと違いますね。ちょっと足がガクガクしてる大丈夫ですか。はい、大丈夫。ありがとうございます。生ミシェルがキルをご覧いただいたところでですね、ミシェルがキル、まあ、先ほどもちょっとお話ししたんですけれども、2011年に始まりまして、はい、まあ、足掛け11年ということになりました。本当にもうタクシー代も何も出してくれないとこから始まってね。いやいやいや、ちょっと申し訳ない、自分で来るっていうね。いや、もう皆さんからあのお金を頂戴しておられる。今はもう飛行機代も何も出ちゃうからね。いや、新幹線で来てますけど、新潟に飛行機で来ないでくださいね失礼いたしました、はい、ミシェルさんにとってこの、まあ、今名前を埋め尽くすこのオレンジ色のユニフォームを着たサポーターの皆さんもいらっしゃいますけど、アルビレックスの魅力ってもうどんなところにありますか。いやいや、やっぱりね、熱血感あるサポーターと、何かあるとすぐ答えてくれるサポーターと、今日も駅のホームでどっから来たのって言われるのとかさ、
ね、タクシー乗る前にどっから来たのって、あなたどこの国の人とかさ、いろんな質問があるわけよね。そういう温かさがね、いいですね。ミシェルさん、日本だけではなくてフランスにも。はいはい、僕はもうメイドインジャパンですから。メイドインジャパン、はい、もう日本で生まれて育ってずっと来てて、でこういう新潟という場所にあって、こんな熱血感が味わえて、じゃあだったら下にいる時も上にいる時も、また下に来る時も上にいる時もずっと一緒に過ごしてみようかと思って、これでいろいろ書き続けてきた。ありがとうございます。本当にその思いがサポーターの皆さんにも届いています。はい、サポーターの皆さんからありがとうございます。温かい拍手いただきまして、ね、もうそのサポーターの皆さんに支えられて、れもう今日現実に、ね、なろうとしてるわけですよ。そうそう、もうすぐそこまで迫っています。もう今日昇格を決める試合をぜひ。引き分けでもいいんだ。引き分けでいいんですか、ミシェルさん。ダメです。ダメですよ、はい、昨日番組でやってましたって。あれ、そういう気持ちは一切ないからね。そうですよね、はい、選手たち今もどんな心境でしょうか。いやー、ムズムズしてると思いますね。ムズムズしてる。ワクワク感と、そういうのってね、前の日の夜から楽しいのよ。やっぱり緊張感よりもそっちが来ちゃうから、いろんなこうサッカーのイメージだとかが頭の中に出てきちゃって、ちょっとなかなか眠りにつけないっていう。あ、ちょっと興奮してる、ね、はいはいはい。そういうのはね、やっぱりでもすごくいい、ホルモンが出るな。はい、ミシェルさんもこの昇格直前という経験があるんですよね。はいはい、何年か前かに下から上に上がるって経験しましたけども、ただ、はい、若手がね、若手選手たちが非常に過緊張をして、始まって15分ぐらいもうずっと若手に会話してた自分がいましたよ。若手とずっと会話していた。どうしたんだ、何が起きてんだみたいな。あら、まあ普通のクリアがゴール前にポワーッと浮いちゃうとかさ、でクリアしたボールがポストに当たるとかさ、お前らどうしたんだっつって、何が起きてんだと思って、もう自分のチームの皆さん緊張しちゃって、はい、いつもと同じ1試合なんだけど、やっぱり違った1試合になっちゃうんだね。昇格直前の試合、特に最初の15分は、だって今日15万人が入るわけでしょ、朝まで。15分、それは、はい、もうそういう雰囲気からして、うわーって来るもんが楽しいはずなのに、いやってこう襲われるような感じになるわけですよ。なるほど、まあ、これだけのねサポーターの方々の期待もありますし。ですよ、まあ、一つプレッシャーが大きくのしかかる試合になるわけですね。そうだ、もうみんな気持ちはこうやって俺の方向いてくれてるけど、もうみんな競技場の中に気持ちはあるんだぞ。俺の話なんか全然聞いてねえから。いやいや、そんなことないですよ、皆さん。このダメニクで来られたっていう方だっていらっしゃるようですし、本当ありがたい。皆さんね、楽しみにされていたということで、まあ、今日の試合ぜひ楽しみにしていただきたいんですが、まあ、RBX 新潟今シーズン監督を務めているのが松橋力蔵監督ですね。実はこの、そうなんだよね、松橋力蔵監督、ミシェルさんの高校の後輩なんですね。そうなんですよ、千葉県の市原緑高校。そうそう、はい、本当にね、後輩、5つ下の後輩になるんですね。あ、そんぐらいになりますか。5つ下になります。よく調べてんね。ありがとうございます。どんな方だったんですか。いや、本当にテクニシャンで。テクニシャン、はい、トップ下をやっていて、で最後は、ボランチに下がったかな。でも非常にクリエイティブな選手でしたよ。アルビレックス新潟でいうとこう、どういうプレーをする選手と、まあ、高木選手だとか伊藤選手だとかっていう感じでしたね。中盤でボールを持ってパスを供給する選手、だから意外とそういうところに厳しいだろう。簡単にミスするとポンとなんか次のゲームではもうメンバーが変わっちゃってたり、いろいろあるよね。これだからディフェンスのセットをああやって変えたり、だからグラウンドの中央にいてプレーしてた選手って大体こういろんな周りのことが分かるので、だからそういう面では選手たちがすごく助かってるかなっていう。自分の前も分かるし、自分の後ろも分かるし、で一番やられちゃ嫌なことがちゃんと分かってるので、伊藤なんかいいプレーしてるもんな今な。伊藤選手本当に大活躍ですよね。ゴールにアシストにね。高木と2枚看板であそこでこうやってくれてたけどな。でそのうちに高木選手が残念なことで怪我して、伊藤にみんなが集中してくるじゃない、はい、それでもああいうプレーができるっていうのは本当ここに来て覚醒したね、はい、いやもう本当にもう素晴らしいタレント揃いの今年の。そうそうそう、新潟だからもうあれは絶対新潟に残すから。あ、本当ですか。ぜひ行ってほしいですよね。もう来シーズンの決められちゃってんな。やっぱり伊藤選手行ってほしい。そうそうそう、やっぱりこの拍手 でちょっとお時間もそろそろということなので。いや終わらないよ、終わらないですけど、ちょっとそろそろ、ここ今からモニター出してくるから。見てください。
はじめまして、ニューヨークです。よろしくお願いします。ですはい、お時間です。こんな切られ方する。そうですね。でもね、もうちょっと皆さんといろいろお話ししていきたいなと思いまして、ここからちょっと出来心も一緒になって、はい、お話ししていきたいなと思います。どうですか、ミセス、こう初めてこのオリジナルからの光景見て。いやいや、もうありがたい限りでございますけど、この雰囲気ってやっぱり選手たちがガッと成績を出してきて、そこに応援団がガッとね、サポーターがいてくれて、こういう雰囲気になりますもんね。やっとこういう日が来たよ。俺何年かかってるの。ミケたちがすぐ出てきて、そうだろ。いやいや、そんなことないですよ。僕らも5年くらい結構やってるの。はい、やってそうです。はい、ありがたいな。罵声とか浴びながら。罵声あったの。なかなかシビアな環境だったんですね。いろいろありましたけどもね、はい、僕ちょっと聞きたいことあるんですけど、ミシェルさんもともとディフェンダーだったじゃないですか、はいはいはい、でこのアルビ今守備力がめちゃくちゃ高くて、はい、やっとね、リーグ屈指の失点の少なさじゃないですか、はいはい、これってどんなところに要因があると思います？守備っていうのはもう守備ラインだけではできないのでね、前からのディフェンスがガッと良くて、で中盤が良くて、最後最終ラインがっていう、ただこれだけね、マイケルと誰が千葉が組むのか、ね、今日の伝統誰が組むのかとか、早川と高見だとか、これだけのセットを使ってもセンターバックのセットを使っても崩れないっていうのは、これはもう基本ベースの高さだからね。なるほど。こんな羨ましい球団ないですよ。普通はなかなか選手が変わると、この守備力をキープするのはやっぱ難しいんですか？難しいね。でみんな心もね、難しいじゃないですか。せっかくいいプレーしたのに次のゲーム出れないとか、ね、でもそれをみんな尊重し合ってお互いに結果出せば OK だっていう、そういう一つの組織になってるので、まあ負けることはないよ。いや力強い。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、ね、いいね、安心するなんかね、うん、なんかまた一つ力つくね。こういうね、うん。ちょっとじゃあ改めて今日の仙台戦、何かミシェルさん的な見どころはありますか？はい、ちょっと相手とシステムが違うので、そのミスマッチが両サイドに起きると思います。相手は両サイドにグッと張ってるね選手たちがいるので、ただやっぱり狙いは彼たちもプレーオフをかけての戦いになるので、うん、プレーオフ圏内をだからきっちり引いてからカウンターが出てくる、カウンターで、ね、早い攻撃に出てくるので、その1本目の相手の新潟がボールを失った後の1本目のパスをどうするか、後ろのディフェンダーがその1本目に反応するのか、そこは行かずにあの地域をスペースを埋めるのかっていうね、そういう難しいことになってくるんだけど、そこの判断が間違わなければそのカウンターを止めることができるので、そこに食いついちゃってすぐやられるっていうことになると失点につながりますから、これ昨日実はテレビで言いたかったことなんだよ。あーすごい、まあ、時間がなくて言いたいな。いやもうさすが切り口が鋭いね。さすがやっぱもう切り続けてるねえ、もう済まされてますよ。どうですか堀田さんはどうでした今日オレンジトラック？いやもうオレンジトラックからこの壮大というか壮観ですよね。もうこんだけオレンジのユニフォーム着た人たち、うんがもう集まってるっていうことに、うん、まあ、何度もスタジアムに足運んでますけど、はい、やっぱり改めてこの昇格直前の熱気、拍手もちょっと心なしかボリュームが大きいように感じましたし、もうこれは間違いないと言っていいんじゃないでしょうか。堀田さんはおしっこ我慢してるんですか？それ我慢してないです。ずっとこのかがんでるからちょっとすごいですね、これやっぱね、風が強く吹いてね。若手で売り出し中なんで、皆さん本当によろしくお願いします。緊張してしまいました。ありがとうございました。すいません。最後にミシェルさんから一言だけ、一言ちょっとあと30秒なんですが、すいません、よろしくお願いします。いやいや、今日引き分けか勝つかで6年ぶりの J1 昇格が決まります。ぜひともね、皆さんの、応援と、我々もビビたるもんだけども、がっちりね、エネルギーを送ってみんなで上にガッと上がりましょうということをお伝えしておられるんです。はい、よろしくお願いします。はい、というわけで宮川ミシェルさん、堀田アナウンサーでした。ありがとう。
ずっと支え続けてくれてありがとうございました。
パートナー企業の皆様もいつ見放してもおかしくない、そんな時代を乗り越えてずっとサポートしてくれたことをすごく感謝しています。10月23日にとっておきます。みんなでアグレ試合勝ち抜きましょう。